支持率は上がってます。CNN は4ポイントアップ、それからワシントンポストは9ポイントアップです。ただですね、先ほどの VTR であったその状況の説明がですね、ちょっと変わって、まあ、変化してまして、この辺がちょっと気になるところなんですけれども、先ほどあの VTR でもそのビンライディン容疑者が発砲したというふうに入ってましたけれども、今日のホワイトハウスの説明ではですね、ビンライディン容疑者は銃は武器は持っていなかったということなんです。 えー、そうしますと、ね、どのぐらいその抵抗したから殺したということになっていますかどのぐらいの抵抗があったのかというのは分からなくなくってきますよねそれから昨日あの、えー、ブレナン大統領補佐官の説明ではです、ねえー、ビンラディン容疑者がその女性をこう撃たれないように盾にしたというふうに説明していましたがこれも会見ではです、ね、カーニー報道官はビンラディン容疑者はこういう行為はしていないというふうに否定しています。えー、政権ののの信用に関わりりりまますすでこの辺はししっかりと説明してもらわなければ困りますよね あのまあ、報復あるんじゃないかと、まあ、国民はみんなそういうちょっと心の底にはあるんですけれども、えー、ちょっと気になる動きが1つありましたメーン州で,です、ね、これはあのイ,スラム教徒のイスラム教のムスモスクも兼ねたコミュニティセンターの壁にです、ね、落書きがありましたオサマ・トゥデイイイスラム・トゥモロ w これどういう意味かと言いますとオサマ・ビンラディンは今日殺したでイスラムは明日やるぜという意味なんです。 非常に卑劣な卑怯な落書きなんですねでこういう意味では本当にそのオバマ大統領支持率アップで安納してとしていられるような状況ではないということなんですさて株価の方ですが、えー、今日はダウ平均は15セント高で終わりました、えー、一方為替なんですけれどもこれは円高で80円台とか81円台を行き来しています、えー、これテロ懸念でドル売りということ